こんばんは、入山亜希子です。9月18日日曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日台風の影響いかがでしょうか。九州から中国四国地方、そして遠隔地でも台風の影響で雨が降ったり雷が鳴ったりと落ち着かないお天気です。命を最優先に行動いただきますように。私も山口の実家に連絡をしましたが、まだわからないという返事でした。無事であることを祈りながらです。柴谷富子さんです。今日の今回の台風、日本列島を突き進んでくるようです。皆さん十分に気をつけてくださいねとあります。ありがとうございます。今日はですね、入山亜希子施設応援隊の皆様のバースデーのお祝いをしていただきました。もう2018年から毎年恒例となっておりますが、9月が和久井保社長が9月15日、入山亜希子が9月9日ということで、この時期にこうして皆さんが集まってお祝いをしてくださいます。ありがたいなと思っています。さあ、そして今日はラジオ、小川いろはさんのラジオゲスト、来週も引き続きなんですが、来週は新曲もかけていただきます。今週は人生7回りをかけていただきました。歌手の方の番組に出させていただくと、本当に皆様頑張っていらっしゃる様子に刺激をされて、頑張らなくてはという思いになります。さあ、それでは鈴木千恵子さんです。サンキューのスタンプをいただきました。浮島はるみさん、亜希子さんこんばんは。これからお祝い事で出かけますとあります。はるみさんもお祝い事だったんですね。台風がもう日本列島気になるところですよね。日曜日、そして明日も3連休の3日目なんですけれども、この台風の影響がありながら、皆さんいかがお過ごしかなと気にしています。金崎真希子さんです。たくさんのスケジュールこなされてお疲れ様です。台風14号のことに触れてくださってます。本当にちょっと自然の脅威怖いですね。アバターがはるみさんはおかっぱ頭のハートがたくさん、そして真希子さんはグッドラックとウィンクをされてます。満月テルオさんです。あこちゃん、カレンダー作りなど事務仕事お疲れ様とねぎらってくださっています。グッドナイトのアバター、満月さんよく似てらっしゃいますよね。おやすみなさいです。西山秀子さん、明日の入山亜希子施設応援隊のパーティーいいですね。楽しい時間をお過ごしくださいとあります。嬉しいです。今日も皆さんが集まってくださって、有志の方々なんですけれども、本当に、いつも和やかに、そして楽しく過ごさせていただいています。林田幸子さんです。女の子とワンちゃんが大騒ぎしていますね。ボンボンを持って応援してくださってます。スタンプありがとうございます。金地区さんです。こちらもスタンプをいただいております。阿部明さんもスタンプいただきました。ありがとうございます。駅中さん、おはようございます、お疲れ様でしたと、毎日お花の写真いただいています。今日はオレンジ色が鮮やかなお花ですね。大島さんです。来年のカレンダー作り、1年は早いね、あと数日で10月。そうなんですね。コロナ感染で中止することもあるよねと、今スケジュール決まってきてますが、そうですね、流動的ですね。牧野明光さん、ブラックちゃんです。皆さんおはようございます。今日はつながる土曜日、聞きながらチャット参加ありがとうございました。元気いただきました。あいにくの天気ですが、元気笑顔で最高の日曜日をお過ごしくださいとあります。アバターの明光さん、これ何をなさって、ロケットで飛ぶところでしょうか。土江さんです。ハートと音符と星のスタンプをいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてですね、
今日はもう一つ記事を書きました。カバー写真も変更したんですけれども、今日ラジオに出ますよということをもう一度告知をしたところ、たくさんの方がお返事返してくださいました。鈴木千恵子さん、今日もあきこさんに笑顔の花が咲きますようにとアバターが歌ってらっしゃいますよ。可愛らしいです。阿部明さんです、スタンプをいただきました。金崎真紀子さんもスタンプ、これアバターですね、アバター歌ってらっしゃいますね。駅中さんは月に笑う蝶、トラックに装飾された写真を貼ってくださいました。これいいですよね、気に入ってます。西山秀子さんです、猫ちゃんがハートをたくさん出しています。ひしりさんと読むのかな、おはようございます、あっこさんはじめましてということで、今日からお友達申請を OK したり、また、メッセージでさまざまなことをお話ししたりしています。ありがとうございます。田中幸恵さん、新曲が楽しみですと書いてくださいました。新曲いち早く皆様にも覚えて歌っていただきたい曲です。山内さん、あっこさんおはようときました、ありがとうございます。山川よしこさんは鳥がさえずって歌ってますね、おはようございますといただきました。ひじりさん、友達賞にありがとうございますということですね、ありがとうございます。今日からよろしくお願いします。そしてこの花さんです、 FM ホット聞かせていただきました、来週も楽しみですと書いてくださいました。ラジオとかでゲスト呼んでいただくと、そのメインのパーソナリティさん、演歌歌手の方々とじっくりゆっくりお話できるのいい機会ですね、ありがとうございます。二見さん、グッドモーニングのカップをいただきました。長津田雅彦さんも、あきこさんおはようございます、今日も素敵な一日にとあります。西山秀子さん、ありがとうございます、聞けました、聞けてよかったです。辻明子さんもシェアさせていただきます、素敵なジャケット写真癒されますと書いてあります、嬉しいですね。相馬さんです、おはようございます、追伸です、シェアをしますね、よろしくお願いします、ありがとうございます。松崎末子さんです、今日も一日お疲れ様です。台風日本列島縦断ですね、くれぐれも気をつけて、とですね、どこの地域がどうだかはっきり分かりませんが、危ない時には移動して命を最優先でお願いしますね。こちらにも柴谷富子さんです、今日も元気笑顔で楽しい幸せな一日、一泊二日と書いてあります、ありがとうございます。中垣さん、こんばんは、素晴らしいですね、お疲れ様でした、またなの定番でご挨拶をね、ずっといただいております。森下隆さんです、小岩いろはさんのラジオをリアルタイムで火曜ポップスタンデルに月に笑うちょうど、どちらも聞いてそして見入られました。さらに施設応援隊の誕生日イベントへの参加ありがとうございます、私の方こそいつも美味しいのをいただいてありがとうございます。さあ、そして YouTube の方にいきなり行きます。昨日はブログを書いていなかったので、まだ何も更新されていませんでした。越谷は、つながる土曜日でラジオがどのくらいでしょうかね、ちょっと長めにありますよということです。10センチかける何センチでしょうね。さあ、そしてですね、その後はもう一社、カラオケファンさんにお話を伺いました。それではですね、最後は、萩本欽一さんにゲストにお招きいただきまして、アシスタントの松本明子さん、ダブルアキコで楽しんで敬語に当たりたいなと思います。さあ、それでは YouTube にお返事を返します。 YouTube は辻アキコさんからです。一日出かけて FM チャッピー聞かれませんでしたが、1泊2日の発売日楽しみにしています、ありがとうございます。
FM チャッピーさんの今週も楽しく、そして光ハートケアさんのお話も興味深く拝聴しましたというのは鋼チャンネルさんでした。一泊二日いいですね。発売日を今か今かと待っています。柏原ひとみちゃんですね、一泊二日 CD 発売キャンペーン楽しみにしていますと書いてくださいました。吹雪さくらさんです。明日は FM チャッピー、昨日は FM チャッピー聞きましたよ。とっても北さんのお話、良い話されてましたねとあります。ありがとうございます。さあ、そして入山明子施設応援隊さんです。ジャケット写真何回見ても素敵ですねといただきました。ありがとうございます。施設応援隊のイベントきっと雨が上がるかなと、今日もあの集まる時は何かは雨も良かったんですが、帰りの時に少し強く降ってましたね。台風の影響がいろんなところに出ているようです。お気をつけください。さあ、そして黒沢由美さんです。素敵ですね。ナース家政婦ですか。病院5箇所のお弁当とか忙しいです。仕事が増えていきます。今だいぶ社会のいろいろな経済活動も少しずつ動けるようになってきた感じはありますね。大変なお仕事だと思いますが、由美さん元気に笑顔でお過ごしくださいね。今日は入山明子のバースデーパーティーということで、たくさんの方にお気持ち、それから入浴剤だったり肩こりに効く、機械だったり、いろいろ皆様からもいただきました。そしてお花もたくさん4名の方からいただきましたので、全部一緒に行けて、今お部屋に飾っています。花だらけでとっても気持ちがいいです。ありがとうございます。さあ、それでは、明日は連休最後の日、祝日です。皆様におかれましては台風14号がとても心配です。命を最優先に考えた行動をぜひよろしくお願いします。また新たなニュースが出たら皆様にもお知らせしておきたいなと思っています。それでは皆様、ゆっくりとお休みください。おやすみなさい。